まあ自分の持ち曲で解説するのが一番いいと思って、俺そんなに難しいギターは弾いてないんだけど、ピッキングの感じとか、ピッキングっていうか右手のピッキングの感じで、簡単なこと、ここを1点押さえてるだけ、ここだからこのポイントね、こうだな、まあ D の D の このポイント D、 あ違うか、これじゃない D だな、 D を押さえてます。それで半音ずつ下がっていくんだよ、下がっていくの、で隣の下の弦を、これをピッキングでもそんなすぐできるっていうのは、普通に弾くのを覚えたら、指のこのお腹でここのブリッジを押さえながら、押さえ具合がその加減が押さえすぎるとこうなっちゃうけど、ちょっと浮かしながら押さえ、優しく押さえると、こういう半音ずつ下がっていって、気温っていうか、まあ、いわゆるキーのこの音がずっと固定してる場合は、固定してる、してて半音ずつ上に上がったり下がったりするのをクリシエって言って、まあフランス人が昔よく使ったんだけど、なぜクリシエって言うと、まあ、使い古された言葉っていう意味でフランス人は使われるんだけど、これやるとなんか当時はおしゃれだったんで、上等句っていうか、くどき文句、だからおしゃれなくどき文句で、なんかムードがあるようなこと言ってんじゃないか、そんな難しいこと言ってないのに変なこと言ってそうっていうな、いわゆるキーの音は変わってないのに、ちょっと飾ってる音が変わるなまあそういうフレーズなんだけど、これに他の音も足すのね、他の1弦2弦も足すと、これね、反対からの時はミュートしないの。わかりやすくちょっと浮かしてるけど、あんまりここを派手にピッキングは動かさなくていいんだけど、開放ばっかり弾いてて、ほんと弾きにくい人用に教えてるからな。でこれで半音下がった時に1弦の5フレットを押さえると、でまた半音下がる、もう半音下がった時にこっちの指で1弦の5フレット、同じポイントでここの間隔は開けとく、でまた半音下がった時に1弦の3フレット、これで、ギターは一人のオーケストラです、小さなオーケストラです、木田太郎ギター太郎
まあこういうことできる人はもうエレキだろうが何と他のギターだろうが簡単にできるんだけど、あの分かりやすく順を追って説明してます。ずっと同じポイントで鳴ってるのを、まあインドとか、まあそういう音楽の世界ではドローンって言って、シタールとかで、こういうの、こういう音がする。まあ全然魔界本のシタールギター奏法なんだけど、こういうことをドローン奏法にミュートを加えるドローン奏法にミュートを加えるとこうなります。あんまり言わないけど、ね、あのでもまあまあ使ってんだけど、あのギターのギターを持つと左手が本妻になります。本妻と手をつなぐのが左手っていう、まあそんなことはいいんだけど、まあそういうあのもうこの弦の方、弦側のミュートっていうのもあるんだけど、弦側のミュートも加減で面白くなったり、弦側のミュートプラスあのブリッジ側、こっち側ね、ブリッジ側のミュートを組み合わせると、組み合わせて弾く人っていたのね。それはあの押尾幸太郎さんってすごいギターの上手なあのイケメンの若い先生がいるじゃん。あの先生のあの先生が若い頃ギター塾に行ってたところの先生で、あのいたらしいっていうのは、吉祥寺のあのフォークバンド出身の中川伊佐人さんっていう、まあその人のギター聞くとすげえなと思って、ああこれアコギ欲しいなと思うこともあったんだから、まあ持とうかなとは思ったんだけど、中川さんはもう指ピッキングで、フィンガーピッキングであのすごいことをやってるし、もうすごい達人の第一人者だったのね。国内でも世界でどのくらい知られてるかわかんないけど、ああいうすごい中川伊佐人さんっていうギタリストは一度見たらいいと思いますよ。あのこういう鉄弦のフォークギターで、まあ、あのすごい全然フォークソングではなくて、インストルあの晩年の演奏はね、インストルメンタルですごいことをやってるんで、まあそれ死ぬまでにその域には達せないとは思うんだけど、まあエレキも大切だったり、いろいろ他にもやんなきゃいけない。俺ドラムのプログラミングの方がもっとさあのセンスあるんじゃないっていうのもあるから、まあそれね、
このいわゆる初心者用にあのエレキギターしか持ったことのエレキギター的なロックンロールもやりたい、ロックンロールというかロックもやりたいけど、あのフォークというかアコギでもアコギの響きも好きっていう人用のこれ動画です。ではありがとうございました。はい、今日は弦の触り方について僕が普段よくやる。ピックは普通の、 あの安いピックだから、安いピックというか一般的なおにぎりピック、みんなが弾きやすいようにどこ持っても同じとこが出るような、あの本当は細くて太い方が僕は好きっていう。それで弦ちゃんと押さえようっていうのもあるんだけど、まあ単弦だけ弾く場合はなるべくフレットの近くの方が音が太くなる場合が多いし、ピックも触るピックもこれがピックが薄いとあの細い音になる。だからシャリーンとかいう音を出したい場合は細いピックがいい。俺もう指弾きダメだから、え、右手が本妻じゃなかったのって、ギター行くときは左手本妻だったりしてっていう左手愛人とか言って、どっちが本妻でどっちが愛人っていう感じなんだけど、まあ右利きはあの左手押し板でよく動かす方がまあ得意な。で俺はエレキギターを弾くことが多いし、エレキギターだけしか弾いてない時期もあるから、こういうフォークギターというか買うのどうしようかなと思ったんだけど、もう一つあのお店にあればちょっと弾かせてもらおうかなと思ってたギターも、まあどっかのお店にあれば試してみたいなと思うギターもあった。マリブ、フェンダーマリブっていう、あのこのペグネジ回しがあの片方だけね、こういうフェンダーが作ってるギターみたいな片っぽだけ。それはなんであのフォークギターっていうかアコースティックギターで片っぽだけにねじ回しペグがついてるかっていうと、あの両側にペグがついてるとチューニングちょっと、まあだから普通にチューニングするんでも片っぽだけのペグのに慣れてる人はあのこっちとこっちや回す位置違うな、回し方違うし、この順番もまた覚え直さなきゃいけないっていうのもあるから、あのエレキギターからフォークギターにちょっと弾こうかなっていうか、セカンドギターじゃないんだけどこっち側の分野もやりたいんだけど、フォークギター持ってもエレキみたいにしか弾けそうにないなって、しそっちがやりたいなっていう人向けの YouTube チャンネルっていうあれでいいのかな、あのあんまりあのアルペジオとかそういうこっちの右手っていうか弦をつまびく方が複雑でない人向けっていうか、まあピックを一つだけ持って弾いてた人向けの、まあそのエレキギターでも指で弾ける人いるし、上手な人はね、あの俺は下手くそだから、でまあいわゆる初心者で、俺も初心者に近いから、まあ、一緒に考えようっていう感じなんだけど、そ片っぽだけのペグの場合はあのチューニングも狂いにくいかあの場合が多いし、あのこういうフォークギターのこういう両ペグのギターで、ここはもうあのジョイントの仕方が違うのね。これもこうでしょ。こういうギターは頑丈だから、あの壁に立てかけといてドカンと倒れてもあの折れたりしないんだけど、こういうギターはこういうアコースティックギターでこういうジョイントの仕方だと、あれあのデリケートだからあの大事に扱ってやんないといけないっていうんで、どっちやっちゃおうかな、
どっちか言うと俺みたいなガサツなやつはフェンダーマリブの方がいいんだろうなと思うんだけど、それでフェンダーマリブも同じぐらいの価格帯で、あのエレアコだから、あの、まあ、アンプに通せるんだけど、これはエレアコじゃない。なんでエレアコ買わなかったのっていうと、エレアコはエレアコでまああるんだけど、同じ値段だったらコストが、まあその回路とかピックアップって言ってマイクに投入するっていうか、まあその分散割合が他いっちゃうから、これはまあギターだけの機能のためにそのコストを使ってるのかなと思って。でもフェンダーマリブのいいやつだと高級モデルもあるし、あのも同じような形しててももっとすごそうなのあるから、そっちがまあお金、まあ自分のお財布事情もあるんでこれにしようかな。まあそんなにアンプにつなげてやってもなと思ったんでやりました。